ヨズテペスポリョクリュビーはトルコのイズミルをホームタウンとするスポーツクラブ。本校では主にサッカー部門を取り上げる。ヨズテペ SK は1925年6月14日に創設された。クラブカラーは赤と黄。1937年にイズミルスポルと合併し、ドアンスポルに改称した。その後、ヨズテペに改称した。1940年代にイズミルの地域リーグで5回優勝し、1950年には初の全国タイトルを獲得した。同年の首相杯はフェネルバフチェに1-2で敗れた。1959年にトルコの全国サッカーリーグが創立され、ヨズテペはイスタンブールとイズミル、アンカラから選ばれた一部16チームに名を連ねた。クラブは1960年代に黄金時代を迎えた。1968から69シーズンのインターシティーズフェアーズカップで準決勝に進出した。同年、トゥルキエクパスで初優勝、翌年には2連覇を達成した。1969から70シーズンは、トゥルキエスユペルクパスでフェネルバフチェに3-1で勝利した。1977年に初めて2部に降格したが、1シーズンで1部に復帰した。しかし、その後は1部に定着できず、昇格と降格を繰り返した。2003年にスユペルリグから TFF1 リグに降格すると、クラブの崩壊が始まった。2004年に TFF2 リグ、2005年に TFF3 リグ、2007年にはアマチュアリーグに降格した。2007年8月、クラブは財政問題により競売にかけられ、アルトゥンバシュホールディングに売却された。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。